パート4です田中先生に聞いている足利義満その光と影南北朝の合一まで話が及びました南北朝の合一こそ義満が行った大きな事業の一つ義満の事業にはけれど他にどのようなものあったでしょうか先生お願いしますはい、えー、とまず義満が、えー、非常に特徴的なのはですね えと前の動画でも少し喋ったんですが、えー、公家社会での感触を非常に上げていったということがあります。はいはい、でこれはですね、いろんな事情があるんです、うんで。それをちょっと時間軸少しだけ遡るんですが、はいえー、南朝と北朝で分裂していたっていうのはまあよく言われることなんですけど、うん、これね北朝も分裂してるんですよ。北朝の中で 中ででなんです、うん、というのはですね、北朝の、えー、三代天皇が崇高天皇という、崇金天,天,天皇の子供になるんですけど、あじゃあ、光明天皇の後に、崇高天皇っいって、はい、その後が崇高天皇。あいやいやいやごめんなさい、えー、っとその崇高天皇です、ごめんなさい。あ あだからあの、光金天皇の、えっと、息子さんは、光明天皇の後の祖皇さんってことですね。この祖皇天皇の時に、うん、ちょうどその官能の乗乱の混乱もあって、ですね、うん、足利尊氏が忠義をやっつけに、えー、関東に留守にしてたことがあったんです。うん、で、まあ、その時に結局、忠義は最後、鎌倉で毒殺されるんですけど。うんうん この時にですね、南朝方が京都に攻め込んでくるんですよ。まだ北畠、近房がいたんで,ですうで、足利義昭がですね、これ、守れなくて、京都義昭、近江に逃れるんですよ。はい、で逃れたときに、そ天その、諏訪天皇ですね、三代目の諏訪天皇と、その皇太子、これが、はい、 連行されちゃうんですよ吉野スコウさんもその後の皇太子も吉彰、はい、が京都に逃げたときに全部南朝のほうに連れてかれちゃったわけですね。連行されちゃってですね、はいえー、北朝からすると、この後北朝は京都を回復するんですけど、うん、要は。 自分たちが擁立してた持病院棟の天皇連れてかれちゃったんですよ。さあ困ったみたいな。うん、空っぽになっちゃいますね。うん、そうなんですよ。うん、で、えー、たまたまですね、一人だけ連行されなかった、祖皇天皇の弟の五黄金天皇、はい、これを擁立する形になります。ここで五黄金が出てくるはい、そうなんですよ。うん、でところがですね、この五黄金天皇を、うん、まあ当然、三種の神器もなければ、うん 例えば前の天皇から譲られたとかっていうこともないわけですよね。だってあっち行っちゃってるからね、吉野らそうなんですよ。うんうん、で、しかも、致命的なのは上皇もいないんですよ。あじゃあ、孔明天皇、この時にはもう、孔明天皇はもう、じゃあ、いなかったんでしょうか。えっと、孔明天皇は、すみません、祖皇天皇か。祖皇天皇は連行されちゃってるし、それから、譲るぞも言われてないし、その前の孔明天皇から。 孔明天皇は吉野に連行されてるんです。孔明天皇も連行されていで、す。その孔明天皇の息子さんの皇太子も、もうそして、ごっそり、ご黄金天皇のお父さんの黄金上皇も連行されてるんですよ。黄上皇もね。いや、つまりもう全部連行されてるんですよ。あ、じゃあこのご黄金さんしかいなかったってことですねそうなんですよ。そうするとですね、もうこのご黄金天皇っていうのは、 まあ正当性に著しく欠ける、ちょっとやばい天皇なんですよ。うんうん、いや、これね、あまり権威ってものを重視しない、あのバサラ大名の佐々木同様ですら、これはやべえだろって言ってるんですよ。うん、で、その五黄金天皇の子供が五縁遊、孫が後松ってことになるんですよ。このと 南北朝合意なんですけど、この崇高、崇高天皇、崇、まあ、高上皇になっちゃったわけですけど、はいはい、連行されて上皇になっちゃったわけですけど、うん、この人たち、結局最後、助け出されるんですよ。うん、で、そうすると、五皇権の子供が天皇になるのか、崇高の子供が天皇になるのかで、結構議論になるんですよ。うんうん、揉めますね。うん、揉めるんですよ。 でさっきのご縁右さんというのはどっちの息子さんなんですかでご縁右は、のの方の息子ですじゃあ、諏訪さんはその後えななれかったわけですねそうなんですよ。で、一応ですね、その諏訪、えー、天皇の子供ですね、えー、これが義人親王っていうんですけど、これは伏見宮を与えられて、世襲親王家伏見宮の初代の当主になります。 スコーの息子さんの義仁親王から伏見宮家が始まるわけですね。そうなんですよ。で、700年前の伏見宮いうのはこの話のことなんですかそうなんです、そうなんです、そうなんです。ここからなんです、うん。で、これがなんで今の話がちょっと変わってますけど、なんで今の皇室問題になるとき、この話が出てくるんですか、はい、あというのは。うううんうん、うん この後黄金天皇、後、うん、縁雄天皇、後小松天皇と継承し、ねはいはい、先ほど名前を出した昇光天皇まで来るんですけど、えー、この昇光天皇がですね、まあなんか、かなり体調に問題のあった人間で、うん、1428年に病気で亡くなっちゃうんですけど、うん、子供いなかったんですよ。はい、あで、子供がいなくて、結局どうなったかっていうと、うん 光天皇ですね、うん、その吉野に連行されちゃった、コ皇天皇のひ孫、これが御花園天皇として即位するんですコ皇天皇のあと、その下がね、伏見宮貞房新皇って、まあ、この人結構有名な人なんですけど、あの日記がすごい<ー>日記がすごい有名なんですよ、関門日記っていう日記があって。 ご存知ないですかあの、足利義則が暗殺されたときに、うんあの、こんな将軍が犬死にしたのは初めてだみたいな記録を残してるんですよ。うん、で、これ、受験日本史の資料問題で、まあ、総計レベルだったら出題されたりするんですけど、うん、関門日記、えーとはい、伏見宮笹房新皇。笹房うん。うん まあ当時の当主なんですけど、だからこれの息子が、ご花園天皇っていう形で、即位する形になります、うんえー、でこのご花園から今の天皇陛下のおっしゃる通りであ、おっしゃる通りです。ただ、ご黄金、ご縁勇、ごく将校っていうのは、ここで途絶えちゃったわけですね。そうなんですだからで、まあ だから伏見宮から始まるっていうのはそういうことなんですね。分かってきました、ありがとうございます。はい、うんで,すで、話を元に戻しますと、はい、この後光金天皇と呼ばれるその連行された諏訪天皇の弟ですね、これが、うんまあ、正当性にちょっとクエスチョンがつくような状態で、うん、え天皇になります。うん、で、そうすると、これはまあ、やっぱ公家社会にとっては非常に大きな問題なんですよ。うん、で 当時ですね、五折家の二条家に二条義元って呼ばれる人物がいるんですねあ先生の動画でもおっしゃってましたね、二条義元さん。レンガの筑波州とかを編、ま、纂、あうん、した人だということで、受験日本史だとよく出てくる南北朝期、それから吉、ま、光、あの前半の方のまの、あ、当時の摂政関白なんですけれども、まあ、当然非常に強い危機感を持つわけですよ。うん、このアアまままじゃずいと、うん 北朝のの権威っっててものがやっぱり崩れているとでこの二条義元はその崩れかかった北朝の権威っていうのをなんとか立て直そうと義満に近づいていてくんです、はい、時の権力者である義満に近づいていって、うん、義満に例えば官職これ与えれば公家の例えばいろんな儀式とかにも出なきゃいけないわけじゃないですか。うん、で義満さんってそんな公家の儀式なんてわからないわけですよね。うん 誰かが教えななきゃいけないけですよでそこで吉本が教えてで義満はそれを吸収して例えば儀式の場で、まあ、有束古術に沿った作法とかをこう披露すればですねこれは義満の権威づけになるわけですよねあいつはなんか武士だけど公家社会のことも分かってるっていうふうになるわけじゃないですかでこれが足利義満がですね 公家社会における官職を最終的に太政大臣までこう高めていく、一つの大きな背景になります。つまり、二条そうなんですうん、うん、義満がですね、公家社会での官職を高めていった理由がいくつかあるわけですね。一つは、今言った二条義元、つまり、北朝の側に義満をやっぱ大事にしたい理由があるんです。それが一つ。もう一つは 義満の側からすると理由が2つあるんです1つは、すでに説明をした南北朝合一っていうことをやるために北朝の代表として義満が、うん、要は公家社会での官職を高める必要があるというのが1つ。はい、1> もう1つは、うん、1> 義満にとって面倒くさいのは芝とか大内とか山名とかっていうその旧忠義派の面倒くさい、うん。うん まあ、いわわゆる有力たちなわけですよね、はい、特にバとの差別化を図かからなきゃいけないんですよ。なんでかっていうと、バっていうのは足利一門なんですよ。で、俺慣例なんのやだよ、まあ息子だったら慣例にしてもいいよぐらいの生意気なことを言ってるわけですよね。そことの差別化を公家社会の感触で図る。うん、だから義満の側も、その、 ご黄金天皇五英雄天皇五小松天皇っていうこの流れを何ていうんですか保護することが足利将軍家として他の主語とは違うところなんだってうこう差別化を図れるんです、うん、でもうこのお話でお分かりいただけると思うんですけどこの文脈で足利義満が天皇の三奪を企てることはまずないです。 どころか、ものすごく朝廷を、朝廷のヒエラルキーを重視してますよね。はい、<laughs> そうです。そうです。うん、そうです。だからないんです。うん、で、近年、この研究が進んできたんです。要は、なんで足利義満っていうのは公家社会で出世したんだ。うん、で、それを昔は、まあ、俺はジャイアンガキ大将の人だからでしょうみたいな感じの、まあ、その義満の横暴さみたいなところから理解してきたわけなんですけれども。 あるいは,あるいはその将来、参奪したいから学んだんだみたいな。そう,そうです。あ<の>ですが、近年の歴史学の研究っていうのは、従来あまり光が当たってなかった、例えば、うん、南北長期の御設計とか、まあ、言い方よくないですか、うん、ぶっちゃけどうでもいいじゃいい部分があるじゃないですか、うん、まあ言い方よくないですよ、うんうん。少なくともそれこそ学校の授業ではならない分野ですよね。でそれから 北朝内部の分裂も多分初めて聞いたっていう方多いと思うんです聞きましたけど、さっき先生がおっしゃってましたけど、現在の例えば皇室の問題とかをやっぱり語る際には、いやだからね、こういうの知らないでいろんな議論してる方がいるんですよ。そうなんですよ急に不死に身の宮っていうのは出てくるから、えーみたいなさ、今の話でやっと分かりました。うん だからまあこういうことはやっぱりちょっと歴史をきちんと学んでいただいてから、やっぱりこうね、特に有識者と呼ばれている方の中にも、なんか結構え、え分かってなくないあなたみたいな発言してる人って結構いるんですよ、うん、で、あの結構、われ我々の界隈で失笑を買ってたりしますんで、うん、だから、そういったところっていう観点からも重要ですし、うん、やっぱ室町時代になってしまうと、室町バックの研究が盛んなんですよ。うん けどその南北朝期とか室町期の朝廷の研究ですね、うん、それが進む中であ二条義元っていうのはこういうことを考えてたのかとか、ねうん、あだから義満の側にもこういうふうに朝廷をこう保護することに大きな意味があったんだなっていうまあ流れがその南北朝期の,その官能の上乱とかの旧忠義派との対立とまあだいぶこうリンクするように。 なってきたのは、まあ、ここ、本当10年ぐらいの研究みたいですね。はい、なるほど。はい、で、えっ、ー、と、ってことは、その。 二条義元さんのなんかこう教えの下に義満もこう武家だ,だったんだけど公家っぽくだんだんなっていって果ては太政大臣にまでなるとでそのことによって北朝をしっかりサポートもできる人物に,、うん、にもなれるってことなんですよね。そそうですね、はい、の時あの、えー、と義満が なんかあの日民貿易で、我こそは王なりとかって言ったという、あれが三奪説とかの一つの理由になっているのかなと思うんですけど、先生、あれはどうだったんでしょうか。日民貿易で日本国王源の道義と名乗ったことが、うん、いわゆる義満の天皇三奪の根拠には絶対になり得ないです。根拠は、まあ、端的に申し上げると、うんうん、義満は日本国王と民以外には名乗ってないからです。あ つまり国内的に彼が日本国王と名乗った形跡は一切ないんですよ。で、これを少しご説明しますと、はい、1368年に、うん、中国で新しく明という王朝が成立します。はい、主元帆、ねえー、が江南で反乱を起こし、うんうん、当時の元を、まあ、モンゴルに追いやる形で新しく成立した、えー、王朝ですが、この明はです、ね、国内に反対勢力を抱えた状況です。 え特に、えー、と沿岸沿いですね、沿岸部に、まあその、なんて言うんでしょう、抵抗勢力がまだたくさん結構いるという状況下で。なんか低成功のおやじさんみたいなのがそうですね、低成功のおやじさんみたいなのがっていう理解でいいと思いますけど、そのために、民はです、ね、かなり特殊な外交政策を取ります。はい、一つが、うんえー、解禁政策と呼ばれる海、うん、禁政策、はいはい、海を禁じるで解禁政策です。うん えー、中国人の海外渡航を一切禁止、はい、でそれから、えー、外国人の入国にも制限をかけるなんか海に近いとこ住んじゃいけないみたいなのもあったということなんですね。なん、うんはい、で,でかというとその、外に自由にある程度オープンで出れるとなってしまうと、その反対勢力を国内にこう連れ込むことになってしまうので、うんまあ、それをしたくないと。 いうこともありまして、えー、中国人、すごいですよね、民間人の海外渡航は一切禁止すると。で、えー、外国人の入国にも制限をかけると。で、ここで出てくるのが、じゃあ、外国人の入国は誰が許可されるんだっていうことになるわけですね。で、ここで、民の外交政策の2つ目ってことになります。調してくる周辺国の なるほど。うん、この、えーとまあ、ちょっと私、中国史が専門ではないんで、まあ、かじった程度なんですけど、朝貢解禁体制という、う民のいわゆる朝貢と解禁を組み合わせる。で、朝貢国の施設のみ受け入れるの証になるのが、勧合と。 いわゆるあの日民官合貿易の官合ということになりますで、これもよく誤解があるんで一応一言言っておきますと官合は和光でないことを証明するためのものではないということですなんか和光と間違えられないようになんかピタッと合わせたみたいに習いました、はいうん、あれは事実ではないです、うん、今の説明でわかると思います超広告の施設であることの証明、うん、ということになりますはい そのためには日王と名乗らなきゃいけないっていうことだったってことでしょうか。そうなんですよ。で、うん、そうすると、相手から作法を受けなきゃいけないんですよ。徴降、うん、するということは称号をもらうということですから。うん、で、まあ、それが日本国王だったっていうだけです。で、この時にそに、天皇の許可も得ずに、えーと、日本の国王を名乗ったということから、うん、まあ三奪はともかく、なんていうか、こう、えっ、ー、と、義満はこう、なんか、

有名な僧侶がいるんですよ、はいうん、で、吉持それから吉野力にも活躍する大坊さんなんですけども、うんうん、あの三方院満載が何て言ってるかっていうと、うん、日本国王という称号は詐欺をやって獲得したものであるとだから非常に評判悪かったみたいです、うん、だから義光の息子の義持の代になると辞めるんですよ、うんはい なんでだと,と、そのだからもう、日本国王という称号自体がもう公家にも評判が悪い、武士にも評判が悪いっていう中で、まあ、やめるかじゃあみたいな、頭下げるのも尺だしみたいな、まあ、そういう感じですね。うん、なので、あのこの時代から評判悪あいいです。 けど、まあ、だからといって、王権三奪の、えー、と称号ではなかったということは確認しておいた方がいいよってことですね。はい、だって国内でそれを名乗ってない以上、うんうん、いわゆるそういう気はなかったってことですね。うん、だからそれをだって利用して三奪するはずですから。うん、塩を持てるんならねあとあの金閣に、えーと えっと、北山に金閣寺を建ててでそこでなんか吉持には早々に将軍職は譲るけど、はい、なんかあの,なんか影の実力者みたいに頑張ったみたいな、うん、それはそうなんでしょうか、うん、でそれもよく批判されるじゃないですか。それはねおかしいんです。うんうん、それはおかしいっていうのは何言ってるかって言いますと、うん、室町幕府の最高権力者は元々そもともとそもそも将軍じゃないんですよ。 というのはまずだって歴史的な経緯から言って最高権力者は正義でしょ。うん、まずね。だから事実上の創業者は正義ですよ。うん、将軍じゃないんです。うん、それから義満が将軍職を自分の義持に譲ったからといって義持が最高権力者と理解する人はいないですよね。うん、事実、日民官行貿易も義満はもう将軍じゃないですからね。うん 日本国王源の道義のあの道義っていうのは義満の法名、お坊<あ>さんとしての名前ですから、ああもう隠居してるんですよ。うんうん、でじゃこれをどう理解するかということなんですけど、はい、鎌倉幕府と一緒です、うんえっと。丁寧に説明をしますと、鎌倉時代、鎌倉幕府一番最後の政治形態は特捜先制体制という体制になります。はいはい、最高権力者は北条家の家の長です。うん でじゃあ具体的に言いますと、鎌倉幕府は滅亡した,時ったっとき、ねね、に、14代執権だった北条高時が執権にもついてないんだけど、北条の家の長だから、うん、っていうか、まあ、正確に言うと、これ、特捜だからってことなんですけど、特装だから最高権力者ですよね、うん、皆さん、それこそ北条高時の名前は知ってても。うん 鎌倉幕府の一番最後の執権、16代北条盛時を知ってる方は、相当やっぱマニアックな方だと思うんですよ。ちなみに高氏の、えー、奥さん、当主のお兄ちゃんにあたる人物ですけども。いや、だから官、ある官職についてる人が最高権力者っていうわけではないということなんですよ。で、それが鎌倉幕府の常識だったんですよ。だってそうじゃないですか。執権だってそもそも将軍じゃないですよ。うん でし将軍いるんですよ、この時もあも。鎌倉幕府滅亡時も、えー、将軍いるんですよ。けど、みんな、誰もその人が最高権力者なんて一人も思ってないじゃないですか。ですから、室町幕府も必ずしも将軍が最高権力者とは限らないし、もう一つ、朝廷だって最高権力者は上皇なんですよ。うん、これ、ずっと続いてるんですよ。うん、だから先ほどの天皇家の分裂のにあに、諏訪天皇がいなくなった時に、 例えば、皇金上皇がいない、光明上皇がいないって言って問題になるんですよ。っていうことから考えると、別に義満が義持にあの将軍の位を譲ったからといって、別に彼が最高権力者じゃないという理解は成り立たないんですあ、別に影に回ったわけでもなく、あのこの時代の研究者によって。 その譲った理由っていくつかあるんですけど、うん、単に親父の吉明が37で死んだから、その年齢を超えたからっていうふうに主張してる人もいるぐらいなんですよ、その程度のこと、ね特,段うん、特段大きな意味は持たないよっていうふうに言ってる研究者もいるぐらいなので、うんはい、だからまあ別にその、なんていうんでしょう、あんまり金閣を立ててうんぬんかんぬんっていうのは、まあ、実験をはが。 手放さなかった吉光がどこにいたんですか？京都の北山にいたんですぐらいのま理解でいいと思います、うん。するとなんかそういうなんか陰謀論とかあるいはなんかダークな部分っていうのが変に囁かれる吉光だけど、うんうん、今日の先生のお話聞いて別にそんなものはなかったよってことになれば、むしろあの金閣という文化面で素晴らしいものを今に残してくれ、はい、そしてあの室町時代って っていう、あの、確固たる、え、そういう時代を、あの、安定したものにしてくれた、なんか素晴らしい将軍のように、なんか見えてきました。はい、どうなんでしょうか。光と影というタイトルにしてしまったんですけど。実は、だか光っぽい人に、なんか先生の話聞くと、見えてくるような気がしました。うん、ただね、あの、まあ、なんていうんですかね。僕は吉光、あんま好きじゃないです。というのは。うん、え、この人、やっぱね、人格はかなり問題のある人間です。 うん、でまず、あのーまあ、これはもう僕の個人的な考え方ってことになるんですけど、この人ね、はい、もう女性関係が奔放すぎるんですよ。女性関係、はい、うんうん。で、例えばですよ、まあ、その奔放であることの一つの例としてね、この時代ですから、側室がたくさんいるのは、まあ、それはある種の必然とは言えるんですけど、はい、人妻に手を出すんですよね。あ<ー>うん、で、うん、例えば、義満に、 弟いるんですよ、光明っていう。で、光明の性質に手を出してるんですよ。えー、で、結局、義満の子供を産んでるんですよ。その性質の方があ、はい、あ、そうです。うんうん、でね、公家なんかのいろんな記録を見ても、まあ、面倒くさい人なんですよ、要はその。例えば義満から飲み会に誘われて、 断るともうそのだから、ジャイそう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 、だからもう気使って付き合わなきゃいけないし、うん、でも、たちが悪いのが,それが最高権力者ってことですよ。うんまあ、さっきからジャイアン引き合い出してますけど、ジャイアンまだガキ大将でいいじゃないですか、かわいいとこもあるじゃないですか。うんうん、これはね、最高権力者なんですよ。下手すれば人の命も取れるんですよ。 で彼のせいで、まあ、そのなんていうんですかね、こんな切ない死に方しちゃうんだみたいな人も結構いるんですよ。だからね、その義満が天皇三奪をやろうとしたっていうふうに、まあ、やっぱり、まあ、なんていうんですかね、話があるって言ったときに、まあな、あの義満の応募ぶりを見たらな、みたいなところはやっぱあったと思うんですよね。こう僕はは個人的にはねその本来 歴史研究っていうのは資料に基づいてやっていくんだけど、その資料を見ると、もう義満が横暴だっていう記録がいくらでもあるんですよ。で、まあ、こんだけ横暴なことやってるし、みたいな。っていうところはあります。だから僕はその意味で、嫌いです。義満は。だけど、うん、義満がやった、そのじゃあ歴史的な、こう、まあ、なんていうんですかね。っていうことは、なんていうんだろう。当時の 中世の、まあ、ある程度常識的な枠ですね。でまあ最後一つはそのまた逸話みたいなことをお話ししようかなと思うんですけど、彼ですね、うん、大乗天皇になろうとするんですよ。大乗天皇。やばいじゃないですか。<laughs> で、それも要はなんかだから、おっ、さかみたいな。うん、これもね、実は当時の天皇家なんですよ。 というのは、五、え、小、ー、松天皇っていう、まあ、その南北朝合一の時の天皇がいるんですけど、でこの人のお父さんに五炎雄天皇っていうのがいるんですよ。とかですね、この五炎雄天皇っていうのはね、まあ、結構しょ,うし,ょしょうもない人っていうといけないんですけど、うん、なんか結構いろいろ感ん持ちだったりしてですね、で自分の妃の一人が、 なんか義満と不倫してるんじゃないかって疑ってで義満がその不倫したと思われる妻をこう殴ったりとか例えばなんかそういうことして結構ねなんか義満とご縁優上皇の関係って微妙なんですよ。で最後ご縁優天皇はね1393年に、まあ、病気で亡くなってしまうんですよ。でそうすると後小松天皇が16歳で残されるっていう状況になるんですよ。うん、で 先ほども述べた通り、朝廷の最高権力者は上皇なんですよ、ところがそのご縁遊天皇っていうのは、もともと権威がね、そのご黄金天皇の子供っていうことで微妙だし、やっぱりその公家社会でもこのご縁遊という天皇はどうなんだと、いわゆるそのなんかいろんな問題を起こしてね、でなんかっていう部分もあって、五小松天皇の事実上の後見役が足利清水だったんですよ。うん,うん、うん それはそうだよねあの、うん、北朝を守らななきゃいけないけから、うん、そうでその延長線上に大乗天皇、うん、その足利義満に大乗天皇をっていう話があるんですよ、うん、だからその義満が大乗天皇の存亡を希望するっていう話を見た瞬間みんな、うん、ああ三奪ね、うん、みたいな感じでこう理解するんですけどやっぱね懲罰関係という枠で見なきゃいけないんですよ 義満がどう思ってたかということで考えるだけではなくて、朝廷が当時どういう状況だったのかで、朝廷は義満に対してどういう役割を期待してたのかっていうようなことっていうのをやっぱり考える必要があって、でちなみにこの義満に大乗天皇の尊亡を送ろうっていう動きはですね、えー、部下の守護大名たちがみんな反対するんですね、結局。 なんで,、ね、でかっていうと、まあ、これがもう本当に天皇三奪義満がやってなかったってことの一番最大のあれになるんですけど、だって天皇家の血、引いてないですよ。<laughs> はい、ういうか、厳密に言うと、引いてるんです、義満は。実は天皇家の血は引いてるんですよ。というのは、はい、義満のお,お母さんがいるんですけど、うん、これ、純徳天皇の血を引いてるんですよ。義明の 妻ってことですよね妻で、えーとまあ、そばめになるんですけど、これがね、一応、はい、潤徳天皇の、うん、まあひ孫の、うんえー、娘が、うん、義満のお母さんのお母さんにあたるみたいな。うん、でただね、もしね義満がですよ、天皇家を算奪するのであれば、 自分の母方の血は潤徳天皇につながるんだっていうことを強調するはずですよね。うん、じゃないとおかしいじゃないですか。ところがですね、吉光はですね、うん、この母親にはめちゃくちゃ冷たいんですよ。 うん義満って結構その、そ器用頬編のやっぱり強いところがあって、そのお気に入りのやつはもうそれこそなんか自分がどこに行くんでも連れますみたいな、でも、うん、連れまされる方はあの、なんていうんですか、気ぃ使わなきゃいけないからたまったもんじゃないみたいなところがあるんですけど、うん、嫌いなやつはとことん嫌いなんですよ。うん、で、お母さんに対してはです、ね、全然大事にしてないんですよ。ちなみに誤解のように見ますけど、義満のお母さんは義満が亡くなるまで生きてるんですからね。うん、ところが、全然表舞台にも出てこないし、うん、義満はもう全くこのお母さんを大事にしてないってことを考えると、 まあ普通に考えて、やっぱ天皇家を算奪しようなんていう意識は、純粋になかったんじゃないかと、うん。だから大正天皇の称号をくろうというのも、極松天皇を支えようとかっていう、そういうノリだったってことなんでしょう、うんうん、そうですね、あ,いいであとはあのこの人、うん、虚栄心が強い人だから、なんかもらえる称号はもらおうかみたいな。うんああ 要するに打上、ダジョウ大臣ま言行ったから、次それかみたいな。だ、うんうううん、からそういう、なんていうんですか、可、うん、わいいぐらいの認識でいた方が、うん、多分なんか、義満に対する理解としては、正しいんじゃないかなと、個人的には思います、はい、この父に会って、義則という子ができたっていうのも、それは確かに今の話聞きゃそうかなという気がしてきました、うんうんうん、なんかまあね、うん、親父がめんどくさくて、息子が神経質になるっていうのは、なんとなく想像がつくじゃないですか。うん、まあっていう理解でいいと思います。はい 先生、今日はあの足利義満の光と影というそういうタイトルだったんですけど、なんか面白い話がいっぱい聞けました。えー、ありがとうございましたま。はい、ありがとうございました。